はい、皆さんこんにちは。ってことで次はですね、木村さんに来ていただいてムーンの実機プレイをやったいと思います。こんな貴重な機会ありがとうございます、はい、こんにちは。私オニオンゲームスの旅人でゲームデザイナー木村義郎でございます、はい、よろしくお願いします、まあ、我々の番組いつも出てるのでもうおなじみだと思うんですけどまあムーンをやるっていうのはねかなり特別なことな感じで結構ドキドキします。で今回は、まあ、とてもねファンの五十嵐さんにお聞きします。五十嵐さんどれぐらいファンなんですか。まずそのプレイステーションの時にいとこがすごく面白いゲームがあるって言って貸してくれたのがムーンで、それから自分で買って、それからプレイステ1、プレイステ2、それからプレイステ3がもう常設の時は必ず年に1回2回必ずやっているっていうぐらい。じゃあもう合計何回もやってる感じですか。何回もやってますね。それこそ10回では足りないですし20回ぐらいはやってるのかなって。嫌だなそれ。今これ見せるんだここで20回やってる人に見せるんだ大丈夫ですよ。だからもう私キリキリ虫とか捕まえすぎてあの時のあのガマカツ先生のセリフが合成音声のが言えるようになっちゃったりとかコンポッチってやつ。あのいやカンパチはやるじゃんですけど、やるじゃん。リリハレタルチネタブイラフォでリリハレタルチネタってところがちょっと やばい人を出して感じだった行き過ぎるとちょっと気持ち悪いこんな二人囲まれて僕は実はね、はい、全然やったことないですよ。なんでスイッチでぜひ。そうなんですよ。まあ、やっぱり伝説のゲームとしてみんな名前は知ってるんですけど、うんすね、やっぱりアクセスはしにくかったので、はい、今回こういう形で、まあ、移植ですよね。そうです。そう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 、実はね完全移植、完全移植まんま、まんまの形で、でもまんまの形で出してほしいっていう意見も本当強かったんで。そう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 、まあ、そういった意味では下手なことしたら怒られたから、ね、あの作者なのに怒られるみたいなそれぐらいファンが熱いってことで、まあ、早速じゃあゲームプレイを言っていただきましょうか、はい、じゃあゲームプレイに回してください。はい、おー出たー、いいぞいい段取りだぞ、行くぞ。はい、まあ、はい、木村さんにやりながら説明してもらいたいと思いますが、これがムーンというですねゲームでございまして、えい、セーブデータ作ってあるんですね。今日は作ってあります、セーブデータ。これ見るだけでもう分かっちゃいますか。愛の第一歩、愛の第一歩です、はいはい、そうなんです。愛の第一歩ぐらいからやりましょういきますよ。はい、途中からね、最初から見せずに途中から見せるからね。はい、これ自宅です。いや、この雰囲気からしてかなりいいですよね、今のゲームじゃない雰囲気を。そうですね、背景が 3D だから全然今の画質も本当に耐えられますね、綺麗、うん、絵本みたい本当。なんかこれプレイヤーなんですけど、なんかこの世界って実は架空のそのドラゴンクエストのようなロールプレイングゲームの世界の中にその一人のある男の子が入っちゃったっていう状態がこれで、はい、なのでここってなんかあの実は勇者がそこら中徘徊してるんですよ。勇者が徘徊、勇者が徘徊で、その勇者がですよ、まあ、ひどいのがなんかあのこういろんなことをやっていくんですね。なんかあでもまあ勇者以外も変な人はいっぱいいて、例えばここに看板みたいな人がいるんですけどここからして、うん、やばいですねこれこの人好きでこうやってるんで、あの特にいじめとかじゃないんですよ。そうなんです、プレイなんです。プレイですね、プレイなんです。どういう意味か分かんないけどプレイ、プレイじゃない、そんなこと言わないでください好きでやってるんです。そうですね、そうですね、好きでやってるんですね。そう、北は何なんつったらね、ああもう北にありますよ。これ看板の役をね勝手で出てる。あ、勇者もそっちに行ったよと、うん、なるほど。そうってな感じで勇者がどっかにいるんですよ、うん、ところがそのこの世界でその勇者が何をしてるかっていうと、まあロールプレイングゲームって勇者はそこら辺歩き回ってモンスターやっつけまくるじゃないですか、うんうん、そうですね。でも実はこの世界の中では勇者がやっつけてたのはモンスターじゃなくてアニマルだったと、うん、アニマル、アニマル、そいつをもうブッサバッサ雷ピカーみたいな感じで倒しちゃうんですね。で、はい、そんなところで今日の、お見せするゲーム部分いきますよ、はいはい、死体探し朝からなんかひどい番組やってますね朝だったあの、ね、実際さっき寝起きにちょっと横にいましたけど、いましたね、もう死体がいました。死体がで、要はこのゲームって勇者に殺されたモンスターたちアニマルが死体になって転がってるんですね。なるほど。なのでちょっと変わったあの感じるんですけども、このですねどれどれモンスターどっかにいないかなと。あ、この影もそうですね。あ、これねあれなんですよ、なんか予兆なんです、こういうなんかいるねっていう。さっきの魚とかもなんかちょっとあれも一工夫しないとちょっと難しい、捕まえ方のパズルっぽいのがある。そうですね、アニマルもいるので、なんかちょっと謎解きっぽいんだよね。そうですね、ここでずっと待つとか、そういう、あ、そういう結構トリッキーなこと、トリッキーなことがいっぱい。例えばここで待ってみようか、はい何が起こるんだ。ちょっと待って、これね待つとね座り込むからね、これは座り込んで、これは待機モーションとして、これねこのゲームでね待つっていうのはすごく多いんだけど待つと何かが起こるみたいな待ちゲー多いですね。あの一つ目像を捕まえるあたりとかもずっと待ったりですね。あれも待ちゲー、うん、あ来た来た来た、なんかおお
あ、来ましたね。鳥ですね。でも焦っちゃダメなんですよ、ここ。これね、これね、あ、そうなんですよ。これつまり、僕がこの鳥のアニマルが死んだそのことに対して謎を解いてないから、そうです、あ、じゃあまだ条件揃ってないってことで、そうで、どういうことかっていうと、成仏できない理由があって、ほらなんか羽が散らばってるじゃないですか。本当だ、本当だ。多分ここで勇者に殺されたんですね。そう、はい、そうで、ここの中に、あ、なんかハテナって言ってた。そうなんです。あ、なんかあった。あ、なんか来た。なんか死体がほら、やっぱ死体が見つかってないから、魂が戻る場所が分からなかったんです。うん、なるほど。やばい、夜だから、ね、さっきの影消えちゃった。でもその代わりくるくる回ってるやつが捕まえられます、ね。そう。あ、あれに行こうよ。あ、やばい。ちょっと待って。あ、やばい。そろそろ眠い。昼と夜の概念があるんですね。あります。そう、それで今ご飯食べないと死んじゃうんです、うん、これ死んじゃうというか気絶しちゃうんで、移動するだけで減っていく感じなんですか。歩いてるだけ で、 歩いてるだけで、あの最悪でしょ、クソゲーですよね。いやいや、もう私クッキー無双でずっと起きてました。あのクッキーさえあればどうにかって、ね、今ね、今日ね、朝やばいと思って おばあちゃんにクッキーいっぱいもらってきたの。寝だって寝だってそう、クッキーという名の変な物質が入ってんじゃないですか。でもそのうちなんかずっと置き続けられるアイテムとかが手に入るようになってまして、やばいですね、日本のサラリーマンみたいな。そうですね。我々が欲しいやつですよ今。そうですね。置き続けられるアイテムあったっけそんなやつ。タコチュウ。あ、タコチュウ起きるんじゃなくて、あの 自宅にワープして帰る。そうですね。なんでなんかそのすごく効率が、行くよみんな見てて、はいはい、このモンスターをさ捕まえるよ。これねビビっちゃうから相当近づかないと。えい、結構粘土のこのキャッチが出てすごい可愛いな。あ、これで魂と一体化したってことですか。そしてこの、アニマルが生き返って、でただここにずっと生きてても勇者に殺されちゃうんで、うん、UFO に救出されるんですよ。これはなんか後に出された UFO みたいな感じがしますよね。関係あるのかないのやら、ないのか。あるのかないのか、多分作ってる時は何も関係ありません。あ、やっぱりそうですね。よし、150年間、しかもお金ももらえますよ。よし、じゃあですね、例えばこうやってなんかいろいろ獲得するじゃないですか。どうする、これどうしたらいいんだ。あ、そうだ、ここにワープしてこれるやつがあるんだ。これちょっとやっとこう。よいしょ、ゼンマイ。もう花粉はブンブンした後なんです。今ね、プンプンしないといけないんで花粉まんじゅうもらいました。花粉プンプンじゃ分かんないですよ。あるんですよ。今の花粉まんじゅうもらって、めしべに花粉をプンプンするとですよ、いいことがあるんで、受粉させると、受粉させるとですね、移動が素早くなるというか、マップのポイントにすっと出現できるような道が開くように。あ、そういうことか。なんか私このムーンをクラベさんに貸した時に歩く速度がちょっと遅くってって言われたんですけど、はい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 、でもなんかワープだったりとかっていうのが結構実装されてるので、一応ショートカットできるようになるってことですね。そんなにはこれここでね、プンプン、はい、ありがとう坊やと。彼のところまで開通したわ。開通、開通。ちょっと大人なネタがたまにあったりとか。開通したわ。どういうことなんだろうみたいな。僕も知りたい、どういうことなんでしょうか、それは。寝てみます。ああ、どうぞ。あ、でもテレビで救出されたアニマルを。すごいいいこと言った。行くよ、問題のテレビ。はい。ほい。お、昔っぽい。これからタイトルが。牛次郎と愉快な仲間。なんかね、下はちゃんとラブデリックってなってますね。そうなんですよ。よし、来たぞ。お、なんかすごいアートですね。ああ、今日捕まえた数を。まだ2匹しか捕まえてない。はい。49匹の魂がさまよってるね。そう、これなんかこれ番組深夜放送だったらめっちゃ怖いですね。あなたが捕まえた魂はとか言うと、なんかあのね、キャラがね、あの二等身で可愛らしいやつらばっかりなんであれですけど、なんかね、やたら残酷なんですよ話自体、ね、雰囲気が。そうです、雰囲気がちょっとね、怖い感じになってます。寝る、寝ていいの、寝る。そうですね、もう体力も、ね、寝た方がいい。寝ると次の日の朝になるんですか。そう、あ、これなんかおさらいみたいなのがあって、はい、自宅は自宅は12時間ずれかな、どうだったの。よし、それもラブ、これもラブね、はい、ラブです。はい、トミー、おい、おめでとう。はい、深まりました。ラブレベル4、愛の2歩3歩に成長しました。なるほど、あと3ラブ。これを上げていくことでゲーム進行するって感じなんですか。要はそのこのレベルが上がると、その移動する時間が増えるので。ああ、なるほど。いろんなところにこう行けるようになるんですよね。探索しやすくなるという、うん、探索しやすくなったりとか、なんか本当に
遠くへ遠くへ行けるようになるので、活動時間が伸びるんで、今まで帰らなきゃみたいな時間のその先に行ける、まあ、そもそも最初は行ける範囲が結構限定されるわけなんですね。そうです、そうなんです、そうなんです。なんかこうこっちの方にもいろいろあるんですよ。ちょっと行ってみます。あ、バーンのところだ。ここね、ここね、なんだこいつ、いつもねギターの練習してるんですよ。でね、近づくとねやめちゃうの。そうなんです、恥ずかしいの、恥ずかしい。あのレコード屋さんじゃないですか。レコード買えるんですよ。ですね、間違えたことある。待ってください。はい。この MD っていうシステムがありまして、はい、ここに購入したそのムーンディスクっていう曲をですね、こうプレイすることができるんですけど、はい、プログラムできるんです、こうやって。プログラム、あ、順番にってことですか。そう。好きな曲をリスト化。昔の CD チェンジャーみたいなやつですね。そう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 。いやでもすごいなって思うのが、ちょうどこの辺りに発売された FF8 がなんか主題歌が入ってすごいみたいになってた時に、もうムーンは MD でもう歌が入りまくりのがこんなに曲数が入ってたっていうのがあって、ね、サントラはかなりいっぱい膨大にあるんですか。ちなみになんか37曲 でその後出たそのムーンのアルバムっていうのに全部収録されてた、結構ビッグネームな方たちが作っていた。そう、実話みたいな人が入ってたりとかして、実話なんで今あんま喋らないんですけど、でも実話なんで知ってる人は知っているという。なるほどね。36曲だね。6曲ね。そう、それでそれでですよ、あ、やばい、俺再生ボタン押したか押してないか、こここっち側に、ね、音聞こえないから、聞こえないか分かんないね、うん、やばい。どうだっけ、もう一回ゲームオンで再生されてます。プレイされたかな。プレイされた、多分されてると、回ってるんでもされてると、されてますね。でこんな感じで、ね、倒れてる、倒れてます。あいつとかで死骸なんですよ、やっぱこれ死骸なんだ、はい、あ、死んでる死んでる。これなんか本人乗ってるんですか。あ、ね、ヘイボーイ、バンドのマネージャー本人ダン、本人ダンって誰ですかって感じですか。本人ヘイボーイ本人が、本人が。いやーほんとさ、やばくて、いろんな場所があるんだけど、ちょっと行ってみるよ。あ、ほらここにも死体があって通れない。まだ通れない。これ死体なんですか。そうです。これ何の死体の、あ、人で、これもアニマル、シトビシャス、シトビシャス、すごい、あのすごいダジャレとダジャレを重ねて、もう何が何だかよく分からない。実はやましい動物とされている。すごいのが、このシトビシャスっていうあの動物のことを神様だと思ってる人がですね、ここに住んでいて、あ、宗教みたいな。そうなんですよ。あ、今夜だった。あ、そうですね。あだ、あ、じゃあ、ここ雰囲気ありますね。ここがですね、なかなかの場所なんです。一回朝になるといいね。あ、朝になったらいいね。ちょっと今あれだ、あ、なんかタイミング悪かった。あれなんか俺プレイが下手だわ。まあなかなか時間のマネジメントが結構難しいんですね。そうそう、喋りながらだとちょっとずれちゃう。これ移動しなくても時間は経過するんですか。うん、こうやってじっとしてれば、まあ時間は経過しちゃうんだけど、なんかじっとしてるとつまんないじゃん。うん、まあそうですね。でも普段はもっとね、ゆっくりぼーっとして遊ぶゲームなの。あんましせかせかやらないというか、うん、なんか私は基本的にもずっと釣りとかしてました。もうなんか釣り場所がいくつかあるんですけど、なんかそこで釣れる種類とかも違うので、あ、ガマカツに会いに行こう。そうですね、ガマカツさんのところに夜行くと別のものが釣れたり、あと確かにアニマルのちょっとした鳴き声とかも聞こえたりするので。寝て昼行こう。そうです、ね、キリキリムシ捕まえてるかな。キリキリムシが出るのは水曜な、月火水、月水金か、金です。月水金っていうか、曜日の概念もある。あります月の日とかね、うん、そういう焚き火の日とか、焚き火の日とかね。これって今焚き火の日ですね。焚き火の日だからダメなんじゃない。でもいいや、行ってみようか。明日ですね。明日か、もう一回寝るか。あ、でもあんまり寝てもなんだから行こう。よし、じゃあガマカツ先生のとこ行こう。よし、ガマカツいるかな。じゃあなんかほんとちょっとライフシミュレーターっぽい要素が結構あるんですね。この頃のそのいわゆる RPG ってノンプレイヤーキャラクターがみんななんかそこに看板みたいに立てて一言喋って終わりみたいなことが多かったじゃないですか。だからまあなんだろう、それに対してこのムーンっていうのはもうこうそこにいるキャラクターは全部違う。なるほど。あとなんか人生をこう経てきたような深みみたいなのがあって、実はこのキャラクターとこのキャラクターは元恋人同士だったとか、なんか裏設定があったりとか。好きだね、そういうの。ああいうの俺が考えてんだよ。そうなんです。でもなんかそういうこう人間同士もそういうなんか物悲しさみたいなのがあります。深いつながりというか、うん、あ、これ捕まえちゃおうか、ついでに。あ、そうですね、いい、捕まえてもついでに行くよ。
しばし待たれよ、うん、このじっと喋らずに待ってる、待つな、ずっとこれを見てるというのも、ね、釣りみたいな、全体が、ね、釣りみたいな感じなんですね。あ、確かに。そう、よし来た、おーし、幽霊降りてきたよ。これ幽霊に対してさっきの死体ですか。はで、この手のマークが出るときにボタンを押すとキャッチできる。あー、そういうこと。知ってるね、やっぱりタイミングが難しいんですよね。そう、あ、そうなの。あの、すごく高速で移動するアニマルとかいて、あ、そういうやつもいるんで、もうなんか本当になんか目押しじゃないんですけど、そんなタイミングとかが、アクションっぽい部分とこの謎解きしないとダメっていう部分が両方あるんで、うん、なんかその、ね、これはどういうことなのかなっていう、うん、なんかね、なんか後ろ向いて近づくとか、うんうんうん、そういうのもあるし、なるほど、いろいろなんですよ。本当になんかギミックを解かないと捕まえられなかったりとか、謎を通い詰めて謎を解かなきゃいけなかったりとか難しいんですよ、うんうん、なるほどね。ちょっとゼルダっぽい感じもありね。それ、そうですね。なんかでも一体って本当に捕まえ方が違うので考えるのがやっぱ楽しいですね、うん、おー、どうだっけ、こっちか。あ、俺道に迷った。あ、間違えたやべ、ダセ、ま、マップはないんですかね。マップはね、あの、全体マップというか世界地図みたいなものはあるんだけ ど、 細かいのはない。そうそうそう、でも、ね、そんなに、ね、広くないんで、はい、まあ迷わないかな。ある程度覚えてくださいって感じです。さあ、釣り堀、釣り堀じゃないや、上です。嘘だ、ここだよ。え、二人でね、対立。ああ、天笠先生の対立。大丈夫だよ、最近俺デバッグしてるから確かに間違えない。そうです。おお、天笠さん、あら、あ、ない、道具がない。これね、釣り、あ、そうか、釣り竿をまだ釣りがいるんだな。釣り竿を持ってったら釣りができるんですか。そうそうそう、あと餌です。釣り、釣り自体はあのミニゲーム的になってるんですかね。そう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 、ただお金を稼ぐ手段として釣りが結構なウェイトがある気がしますね。ああ、なるほど、ウェイトがある。なんか、あ、そうだ、寝てあそこのプンプンフラワーでピッて来たらよかったんだ。あ、バカだな俺は近いですよね、確かに。でももうここから帰れるのでは。逆はないよ、繋がらないよ。あ、そっか、ホームに帰ってた。 一方方向だけ、まあ、ちょっと残り時間が迫ってきたので、はい、次なんか一つイベントこなして、うん、でしょ、うん、でしょ。なかなかね、前方を見渡すには時間がない。じゃあさ、ちょっと最後に街行っていい。はい、あ、城下町、まあ、一番見せたいところを見せていただければ。城下町、人がやっぱいっぱいいるので。そう、城下町行くよ。もうこうなったら今行くよ。あ、美味しそう。これなんか食べさせてるんですか。自分が食べられちゃった。 自分のことを美味しそうって言ったんだ。そうなんだ。あ、いた、スライム、お前も、スライム、お前、お前も、お前も、あ、あれは捕まえられるやつだったんですね。これが多分一番、あ、そこにもスライムいるんです。これが死体なんですよ。あー、死体開いてる場合じゃなかったタイミングが行くよ、行くよ、はい、あ、向こうにドラあー、あー、下手だこれね。こいつも死体なんです、これ。なるほどね。ちょっと今ドラって言いそうになったけど違うよ。すいません、キラと、ごめんなさい。よく似てるけど違います。なんか見たことあるけど気のせいですね。あ、今出た。ちょっと待って、ちょっと待って、集中。あと1分、あと1分、はい、あ、 あ、 あと1分。ちょっと待って、俺が下手すぎる。ちょっと待って、じゃあこれリアルタイムアタックすると意外と盛り上がるゲームだな。そうですね。ちょっと待って、ちょっと待って。来た来た、 OK、 OK、 効率よく回るってことも、うん、OK。 あと1分なので、会話しながらお別れの挨拶とかもしながらも街の方を歩きながらも、じゃあこのままあのゲーム画面出しといてください。そうそう、行こうせっかくだからね。やっぱ、あ、なんかやっぱこういうこうシューティングとかじゃない時ってあの RPG とかアドベンチャーって見せるの難しいんだね。ペース配分が難しいですね、うん、自分で決めなきゃいけないんで、ね、シューティングが上手ければ。あ、やばい、やばい、なんか今また疲れてきた、疲れてきた。あら、クッキーを。なんでこんなプレゼンベタなの僕って。ちょっとシャブ中のようにクッキーを食べる。そういう言い方やめましょう。シャブ中の、ね、でもこのゲーム、あのキノコが出てきてそれを食べるとトリップ。なんかそこつなげるんじゃないよ。つなげるんじゃない。そういう要素がいっぱいある。そういうことじゃない。そういう、全てファンタジーだからね。あ、来ましたね。ファンタジーなんだから。ここは街なんですか。そう、街街。これはガセさんという。あ、寝てるわ、ダメだ。あ、夜になったらやっぱみんな寝ちゃうんです。でもワンダなら起きてる。ワンダなら起きてる。よし、ワンダなら起きてるよ。あ、これね、もし新聞があるんだよ、新聞。はい、次の新聞ね。一面ニュース、はい、あ、勇者期待のためしの後、ね、順調にレベルアップ。トゥルーマンショーみたいになってますね、勇者は。そうそうそう、
このデザインも素敵ですね、街灯の。可愛いですよね。ね、なんか可愛いですよね。じゃあ最後にワンダのところに行って、ワンダとおしゃべりしたら終わろう。いくよ。じゃあ、ちゃ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 。なんだこいつ。バーですか、ここ。ね、で、あそこからもう出れないんです。そうだ。詰まってる、ね。勇者みたいにタンス調べれるんですよ、一応。そうするとね、何かっていうとね、こうやってね、怒られちゃう。なるほど。勇者にありがちなことですからね。そうですね、壺を割ったりだとか。ねえ、そういうわけで終わろうかってことで、じゃあありがとうございました。まああのね、まだまだ見せたいとこいっぱいありましたけど、まあ、基本的に移植なので、もともとプレイした方は、まあ、予想通りも返ってくるということで、うん、でまあ、新規の人にはどういうところを、押しますかね。いや、 やっぱりそのロールプレイングゲームを別の角度から見ると、どんな風に物語を感じることができるかっていうのを今回はやっているので、あの遊んでみて体験してみて、自分 の, その過去やってきたロールプレイングゲームと の, この記憶の差とかを使うと、すごくなんか興味深い物語に思えるんじゃないかなと思います、ね。はい、あれですね、はい、有名な話だとトビー・フォックスが大ファンだったよね。アンダーテールのね。なんでアンダーテールファンは絶対やった方がいいですね。いやー、どうかな。そうは言いづらい。難しいからな、このゲーム。なるほど、わかりました。じゃあということで、オニオンゲームズの木村さんに、ムーンの紹介をしていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。